日本の皆さん、私エリチャールズは日本の皆様が暴れた悲劇に強く心を打たれております。今私は皆様と一緒に悲しんでおります。しかし皆様の勇気と不屈の精神によってこの悲劇を乗り越えられると信じております。そして私も今回のコンサートに来てくださった方々も皆様方を応援し、皆様方を信じているということを伝えたいのです。今日皆様に落ち着きのない人という歌を捧げます。See